ゴールデンジュビレーションをお聴きいただきました。東京消防庁音楽隊は昭和24年旧海軍軍楽隊内藤誠吾隊長を中心に日本初の消防音楽隊として発足し、来年7月をもって創立75年を迎えました。現在は地域と奏でる防災のハーモニーをテーマに、都民の皆様へ防火防災を呼びかけ、安全安心に暮らせるセーフティーシティを実現に向けて地域に根差した消防の PR を行っています。また東京消防庁音楽隊のホームページには今後の活動を掲載していますので、ぜひご覧ください。